3月8日水曜日、4月に開校する私立美里農科学園に通うためのスクールバス乗車体験と新しい校歌の練習会が行われました。また3月12日日曜日にはスクールバスのお披露目式が行われました。美里地域にある私立長野小学校、私立高宮小学校、私立辰水小学校と私立美里中学校の3つの小学校と1つの中学校は、今年4月に義務教育学校の私立美里農科学園として生まれ変わります。この日は美里農科学園に通う子どもたちが登下校を体験しました。バス通学の子どもたちは5つのルートで運行されるバスに乗り、新しく美里農科学園となる美里中学校に登校しました。学校に到着した後、美里農科学園の新しい校歌を練習しました。美里農科学園の新しい校歌を作曲した美里地域出身の村地聖子さんの指導で、歌うときに間違いやすい箇所を繰り返し練習しました。2番までの練習が終わると、英語で作詞された3番の練習が始まり、英語詞を担当した美里地域在住のエドワード・スクラグスさんが英語詞の意味や発音のポイントを説明しました。合同練習の後には、作詞を担当した美里地域在住の鳴海浩平さんが詩に込められた思いを子どもたちに話しました。12日には保護者を対象にスクールバスの乗車体験が行われ、保護者からは実際に乗車した感想や要望が出されました。その後、スクールバスのお披露目式が行われ、寄付をいただいた株式会社105銀行代表取締役会長上田剛さんへ感謝状が贈呈されました。